おおい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 、相手に不足がないんとちゃうか。広角で取るけんちょっと怖いけど、俺はもうね、慎太郎はもう 何も考えず外角投げる。俺下手すぎて逆に藤波打てる何も考えてないけんやろ。そういう人って藤波くん打てるんよね。藤波くんってさ、回転見れば見るほど、考えれば考えるほど打てんくなるけんね。もう深いこと考えるのやめましょう。深いこと考えるのやめましょうよ。でもう一人、藤波くんも育成終わらせてきました。はい、慎太郎ちゃんも育成終わらせてきました。あの藤波慎太郎に関してはもう言うことないです。あのリアタイ最強ピッチャー以上。とりあえずもう外角低めに適当に投げよったら大丈夫。うん、外角低め、外角真ん中、インコース高め、もうこの3つで済むけんさ。藤波くんに関してはマジで適当でいいよ。適当でいいことないかまあ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 、そんなことは言わず。おーおい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 、相手に不足がないんとちゃうか。慎太郎はね、リアタイやっとればやっとるほど刺さるけんな。慎太郎ちゃんは違う。今さっき大谷くんからの有原さんやったけん急速感感じたけど、有原から加藤はいける、さすがに。てかさ、日ハム強すぎピッチャー、大谷、有原、加藤って全部日ハムやんかよ。俺今日戦っとるピッチャー、球遅っ。藤波くんの背景教えてください。 OK 任せろ。藤波はマジでいい、全部アウトローでいい、広角出ても強気に投げる。あとこのベルトライン、球遅くて全部引っ張ってしまう。日ハム中継ぎはそんなにおらん、大丈夫やろ。先発あんだけ揃っとけば先発で投げきれるやろ。中継ぎに頼る先発陣じゃなくない？一人で投げきれるやろ。でもそっか、言うたら宮西さんぐらいか。オーケー。藤波はもう4点あれば足りるでしょう。なあ慎太郎、足りるよね4点で。なオーケー。まあお相手順位ついとったけん、多分ねリタイアはせんやろ。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。さあここ3人同棲って GG やな。もう慎太郎言うことないでしょ。あと最新スピの慎太郎を使うのめっちゃ久々。広角で取るけんちょっと怖いけど、俺はもうね、慎太郎はもう 何も考えず外角投げる。打たれたら相手がうまかったでいい。あ、ほんとたまに内角にツーシームとかストレート投げるんかな。あとフォークを投げるとこからストレートがやっぱめっちゃ強い藤波くんは。やっぱ意外と嫌やったりするもんね。はい、最強最強です、このピッチャー。本当に強いけん、このピッチャーもうこのピッチャー本当に強いっちゃけん。これでいいっちゃけん。相手300位とかやったろ、400位とかやったろ、これでいいとばい慎太郎は。
よかった、俺慎太郎4400ずっと使いよったっちゃんね。スピーカー派させとった。それが最新スピリッツに継承できたけん、よかった。あれでいい、あれで。あのベルトラインのストレート強かろうが、俺あれ嫌いっちゃんな。あのベルトラインから通信も強いけんね。俺下手すぎて逆に藤波打てる何も考えてないけんやろ。そういう人って藤波くん打てるんよね。でもいいじゃん、打てんより打てた方がいいし。藤波くんってさ、回転見れば見るほど、考えれば考えるほど打てんくなるけんね。俺あんま用途知らんけどさ、そのスケジュール、俺スケジュール管理できんけんさ。おいおい、ワールドスター対決やんけ、山本由伸と藤波って。俺最近山本由伸が打てんで打てんでよ。山本由伸って一回環境からおらんくなったよね。それで俺の山本由伸の記憶はどっか行った。さあ慎太郎行こう。でも慎太郎もさ、小笠原慎之介みたいにさ、なんかまあこのフィーリングで使って強い選手の一人よね。これでいいよ、もう深いこと考えるのやめましょう。深いこと考えるのやめましょうよね。深いこと考えるのやめましょうよ。これでええんやけんさ。でここでフォークやろ。でこれファールにしてもらったらもう勝ちよ。見逃す。でストレート、これベルトラインで、ベルトラインボール球投げたらこの外角が引き、アウトロー。あー、でもあれ引っ張りでさ、ヒットにされてもさ、もう賞味知らんくない。あれ流されてヒットにされる分はいいとしてさ、あれ引っ張って超えられる部分はもう知らん。そう、藤波くんはもう強いけん、外角にとりあえず投げとったら。なんかね、藤波くんの場合ってさ、なんか外角に投げるだけ投げてさ、相手の反応を待ってさ、相手が勝手に自滅するみたいな感じ。まあもっとね、そのモサ相手にじゃあちゃんと配球して、かつ藤波くんやったらこっからツーシーム投げたりさ、ちゃんとここのボール球のツーシームの出し入れしたりさ、ここのツーシームの出し入れ、ストレートとツーシーム間違させるために投げたりとかさ、 いろいろあるんやろうけどさ。まあことランク戦においてはもうそれでいいと思うけどね。いやまあベスピ打線って言ってもそこら辺でいいよ、そこら辺に投げれれば。だいたいこの辺投げるときは安牌みたいな。あと今日なんか俺タイミングがゴミやぞ、バッティングの。ナイスキャッチ。で俺はね、基本俺の場合やけど、俺はもう藤波くんは広角出てももう行く、関係なしに。でもまあ相手の打率が5割超えとったらさすがに内角散らすか、広角出とったら。うん、まあでもそうやな、やっぱなんか。確かに広角出たら真ん中低めありやね。でもこの藤波くんでコントロール、超コントロールの世界戦見たかったけどな、めちゃめちゃ。藤波くんの超コンの世界線見たかった、絶対強かったろうにな。これで強いんやけん。
なんでか打率3割の私は藤浪めっちゃ打てる。なんまあまあでもさ、あるあるなんよね。回転読み寄る人がね、藤浪くんの速いストレート速いツーシームに騙されて間違えて引っ掛けたり見逃したりねするけん。だけどなんかもう速い系はこのタイミングで打ってますよっていう人にはあんま藤浪くん刺さないイメージやけどね。ながらで打つというか感覚で打つみたいなね。もうストレートが来たらとりあえずストレートのタイミングで振る。でもそれが正解やったりもするけどな。はいはい、今のめっちゃ気持ちよかった。あ、今のやばい、めっちゃ脳汁出た。一言喋らんかったろ、一言目俺めっちゃ脳汁出た